おはようございます、吉田さん。お金があるとなんでモテるのか。それは多分ね、お金によって問題解決ができるからじゃないかなと思うんですよ。一つには自分の問題解決ができますよね。例えば、髪の毛のこともそうですけども、自分の見た目を良くしようと思ったら、お金をかけるのかかけないのかっていうと、かけた方がいいに決まってるわけですよ。ヘアメイクがあったりとか、スキンケアがあったりとか、あとはファッションがあったり、靴を買ったり、持ち物だったり、車もそうかもしれませんよね。そしてお金そのものがあるってことに対しても男性としての魅力は30倍300倍ぐらいに引き出されると思うんですよね。どうですかね、実際に48を迎えた私がね、お金でピーピー言ってるのがモテるのか、それともお金がたくさんあった方がモテるのか。それこそね、人間はお金じゃないよと、中身だよ、心なんだよって方がいるかもしれませんけども、私はそれほど高いレベルの精神を持ってないんで、お金に頼らざるを得ないのかなと思っちゃうんですよ。ただ心がものすごく熱狂らかで魅力的な人はお金なんてなくてもモテると思います。でもやっぱりね、問題解決ができるかできないかっていうと、心清らかでもできない問題もお金があれば心がダーティーでもできちゃったりするんですよ。皮肉なことに、資本主義の世の中なんで。だからお金があるのがすごく、なんか有利だなと思いますし、あとね、モテるモテないに関しましては、女性も誰といるかによってどのぐらい自分の問題解決ができる、その可能性が高いのかなってことを当然考えますよね。で、そう考えたら金目当てでやってくる女ってのは別に男性の魅力の一部に対して惹かれてくるわけなんで、そんなにね、意地汚い人っていうふうに責める必要もないのかなと思うんですよ。男性が女性の若さや美しさに依存してるかのように、同じようなね、考えなのかなと思うんですよ。求めるものが違うだけであってね、異性の何に魅力を感じるかっていうのは、はっきりしたものがあるかなと思います。だからといっての私ね、お金があるから全部勝ちですよっていうつもりはこれ全くないんですよ。お金がなくても勝てる人っていうか、お金がなくても自由に生きてる人の方が素晴らしいと思いますけども、私にはその力量がなかったんで、とりあえずお金を稼いだよっていう話なんですよね。吉田さんもね、お金がなければ R34 相棒にできないですもんね。どうやって車検代払うんですかね。私ナイト2000 9月になったら車検から帰ってくるそうですけども、やっぱり100万超えましたね。3ヶ月の車検期間というね、すごいですね。いってらっしゃい。